ブレーズ・サンドラール・ブレーズ・サンドラールは、スイス出身で、フランスに帰化した、詩人、小説家、旅行家。本名は、フレデリック・ルイ・ソーゼル。他にも、複数のペンネームを持つ。スイスのラショードフォンに生まれる。10代半ばで学業を放棄して、ロシア、中国、ブラジルなど世界各地を放浪。最終的に、パリを活動の場所とし、創作活動の傍らマルク・シャガール、フェルナン・レジェ、アメデオ・モディリアーニなどの文化人と交流した。1912年にアメリカ合衆国で発表した長詩、ニューヨークの復活祭は、アポリネールにも影響を与えたとされる。第一次世界大戦の際には、フランスの外人部隊に入隊するが、1915年に右手を失う重傷を負う。翌年フランス国籍を取得。1919年には、著叙集、全世界を発表する。戦後は、映画や舞台などにも関わり、バレエスエドアのために、アフリカの創造神話に基づく、世界の創造の台本を手掛けた。その後、詩のほか、金、ダンヤックの告白などの小説を発表した。ありがとうございます。